このグランドがなくなるんです。はいどうも、ショイティビです。りょうへいです。そしてこんにちは、こんばんは、こんばんは、やです。こんばんは、どうも、橋野チャンネルです。車椅子ソフトボールチーム八王子レクサイテネガシロです。はい、お願いします。はい、本日はですね、日高ボーイズというボーイズさんの、取材ということで参りました。はい、はい、で今回はグランドが変わるそうなんです。実はで、今旧グランドにいます。で、この後新グランドに行って撮影をしたり、まあ、旧グランドに戻って、選手たちの対決とか、練習とかそういうのを、まあ、撮影させてもらって動画出すという感じで、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。それでは行きましょう。ゴー。はい、グランド到着しました。いや、僕らは準備中なんですけど、選手のみんなはね、練習をしております。そう、本当にこのフェンスがないんですけど、外野とかこういうネットをね、立てる予定だそうで、新グランド着きましたんで軽く練習参加してノックを行ってやるんで。そうですね、とりあえず今トスをしてもらってますので、ちょっとこの後ノック、内野と外野で分かれてノックやっていこうかなと思います。はい、ゴー。はい、3球目。はい、ごめん。はい、というわけですね。これから練習の方始まっていくんですけど、なんと今回自分らがメニューを決めていいということで、午前中自分が担当します。 で、 OK です。ちょっとみんなに来てもらったんで、いやなんでカメラマン、早速やっていきましょう。じゃあこんにちは。こんにちは。今回1日潜入ということで、YouTube の動画を撮らせていただきます。で、自己紹介なんですけど、走れ大井チャンネルの大井と申します。一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。オナールチャンネルのゆらです。もうみんなと一緒に今日ね、参加させていただきます。ちょっと相方が来れないんですけど、僕一人なんですけど、まあみんなでいい場面をね、撮っていけたらかなと思うので、アピールしてください。よろしくお願いします。お願いします。ちなみに野球系 YouTube 結構見ますよっていう人いますか？僕見ますよ。おお。見ない子は何見てんの？見ない子は、見ない子は YouTube 禁止ですかね？勉強してるんですよ。勉強してる？あ、勉強して偉い。一番偉いわ。一番偉い、一番偉い、一番偉い。大井チャンネルみんな知ってるよね。知ってるね。ボナールは知ってるよね。翔平デビュー知ってるよね。微妙や。あんま微妙、今反応が悪いです今ね。まあ、今日でこう知ってもらって、今後ともちょっと応援していただきたいと思います。今日はお願いします。お願いします。最初、内野手と外野手が分かれて守備練習、午前中はやっていこうかなというふうに思います。ちょっとじゃあ、内野手と外野手分かれてもらっていいですか？よし。
って取れ、あざー、うん、取れ、取れ、チャンス、やばい、では一箇所でノックをじゃあお願いします。お名前お伺いしていいですか。加藤聡です。はい、ありがとうございます。好きな選手は丸選手です。丸選手、はい、ジャイアンツの、はい、丸選手のどういうところが好きですか。高額に打ち分けるバッティングと、あとはまあ守備がいいです。守備も上手いし、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、伊藤博樹です。はい、じゃあ博樹君は目標にしているプロ野球選手はいますか。内野手なんですけど、埼玉西武ライオンズの源田壮亮選手を。じゃあ源田選手はなんで目標にしてるんですか。左バッターで、たくさんヒットを打ったりとか、ゴロの捕球率も結構高かったりとかで、結構すごかったんで、目当てにしたいなと思って。おお、ちなみにグローブは。グローブはイチローモデルかな。わかんないんですけど、多分ね、イチロー選手モデルですね。もうそのモデルもなくなっちゃうんで、大事にグローブも使ってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。竹野内ルキです。はい、じゃあルキ君は目標にしてるプロ野球選手はいますか。バッターとしては坂本選手で、ピッチャーとしては菅野投手。お、ピッチャーもやってるんですか。はい、じゃあ坂本選手は何で目標にしてるんですか。今年2000本達成したっていうのはあって、まあ、すごいバッターっていうのは分かってるんで、まあ、目標にしたいです。お、じゃあピッチャーで菅野選手ですが、すごい勝ってるっていう印象があるので、まあ、目標にしたいです。はい、わかりました、ありがとうございます。これ今曲がってる、曲がってる、ちょっと今怪しかったですか。怪しかった。お、はい、というわけで、本日、撮影させていただきました。今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、素晴らしいもう選手たくさんいまして、ちょっと僕も感動しております。平日も練習されてるっていう話は、はい、見てるんですけど、優秀な選手ばかりで平日も火曜日と木曜日、夜ナイターでですね、20時まで練習してますので。あ、グラウンドが変わるという話を伺っているんですけど、はい、今ここが旧グラウンドです。来年の4月から新グラウンド移動すると、移転すると。こちらのグラウンドが都合でちょっとなくなってしまうということで、非常に思い入れのあるグラウンドがなくなってしまうのはすごく寂しいんですけども、また新しいグラウンドになりまして、今一生懸命父母の方で整備の方をさせていただいております。ただですね、なかなか整備が行き届かないところもありまして、ネットがですね、ちょっとまだ完成してないんですね。でネットがないとやっぱりどうしてもボールが飛んでいってしまってなくなってしまったりですね、まあ、いろいろ不都合がありまして、なかなかですね、資金もなかなかないところで、ありますので、今クラウドファンディングということで皆さんにご協力をいただいております。ネットを張るにはですね、やっぱりかなり の資金が必要でございまして、皆さんにご協力をいただきまして、より安全なですねネットを張らせていただきたいと思います。やっぱりこうワンバウンドで低いネットを越えてしまって、はい、なくなってしまってこう探しに行ってる選手とかがおりましたので、本当に必要なものだなと思いましたので、はい、ぜひとも今動画を見てる方々、ぜひともご協力の方を、お願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、します。そして日高ボーイズさんは選手募集していると、はい、どういう選手を、が入ってほしいと思う。もうとにかく野球が大好きな男の子女の子問いませんので、どうぞ日高ボーイズへお越しください。は
はい、地元の子はもちろんなんですけども、結構遠方からもですね、この日高の地にですね、野球をしに来てくれる、選手もたくさんおります、ぜひ、足を運んでいただいて、まずは体験の方からですね、していただければありがたいなと思っております。ぜひお待ちしております。というわけで本日日高ボーイズさん、取材させていただきました。クラウドファンディングやその他ホームページなどは動画の概要欄に貼っておきますので、チェックの方よろしくお願いします。というわけで本日動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。プレゼン企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントをよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まで、あとちょっと頑張っていきますので、皆さん、応援の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。Yeah.